田島清志郎の眠気飛ぶか飛ばないか、トレジャー30ゴミスゴフェスということで、アホなんで僕は30個の石で引くやつをやります。でね、どうせフェスゲームも出ないのにね、もう娯楽ですからゲームなんて、ガチャしないでやってらんないからゲームなんかね。あーもうね、あダメだ、来い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 、願ったって来ねえもん、来ねえんだよな。あ、うんちスターですね。止まんなかったら意味がねえんだよ。おすごいな、心折れんな。いや、アンインストールしようかな、びっくりしちゃうな。待ってよ、え、びっくりすんな。アンインストールしねえけどさ、もうまあガチャがもうどうしようかな。はい、もうね来ましたよ、この分かりきってるのにこういうのに、ね、望んじゃって、え、実質え、ガチャ券がね5つ。ちょっとねもうイライラしてるんで、耳くそほじっていいですか。耳くそほじれねえよっていうやつ、まあそうだよな。でもね、そんなツッコミしてるようじゃまだまだ青2歳だよ何が分けんだよ。はいはい、ガチャは引かないって言うけど、まあ、引いちゃいました。あーまあまあまあね、まあ、出ねえな、悔しいとは思ってない。あーでもまあもうトレジャーも、トレジャーマップ俺絶対やんねえ。これで俺はガチャで1回目でよかなかったらやんないっていう風にしてるんでね。いやでもマジトレジャーマップビッグマムやってからもパワー尽きたよね。あんなゴミビッグマックやってさ、ビッグマックって呼ぶよもうあいつのことは。もうねナイツさんの、まあのねなんかねぐるぐるみたいなねそれぐるぐるじゃないな、なんだっけあれ、グングググルだったっけ、ヤホーとかそういうノリでね、ビッグマックっていうね、わかりづらいねことをしますけど。いやーでも回ろうかな、どうせ結局回るかな、生放送して。明日ですね、明日、あーお父さん明日帰ってくるな、出張から帰ってくるんでね、まあ個人情報とかあんま言わない方がいいけど、なので、はい、トレジャーマップやりません。あのお父さんが帰ってくるんでね、俺お父さんとあんまり仲が良くないんで、僕寝てるんで生放送できないんでね、はい残念でしたっていうね、あの家庭事情を織り交ぜていくっていうね、ほんとこういうことしちゃダメだけどね、でも嫌なもんは嫌なんで、あのもう当分俺はね、あの生放送できないですってね。本当は今ね出張行って、出張がね行ってる間に生放送とかできたんですよね。まあお母さんが夜勤とかで、まあその夜勤の間を縫って生放送できたんですけど、結局やらないクズの極みでした、ほんとすいませんでした。ああ、みじんも思ってないんです。生放送やりたいなんて、みじんも思わなかったんでやりませんでした。はい、あのね、ごめんなさい。本当に生放送やりたいと思わないとやらないんで、あ、って言ったこの瞬間やっちゃおうかなって思っちゃったけどね。あの、いろいろ。ああ、だから俺生放送できてもね、みんなが見る時間帯できないんですよ。僕ニートなんで、みんなが行く時間帯ならできます。はい。だから土日とかかな。お母さんが土曜日もしくは日曜日、仕事の日に生放送やります。それ、あ、でも俺の気分が乗るか乗らないかね。なんで俺、本当に生放送不定期なんだろう。生放送ね、好きじゃない理由はね、一つしかない。人が来ない。やっぱり。その、なんつうんだろうな。俺がやってんのは、たまたま理論で言うところの、転がさないとでかくなんないけど、たまたま。俺、たまたまのゲームやってない。まあ、多分あれは、転がせないと絶対大きくはならないじゃん、球が。それなんですね。大きくなってから転がすっていう、そのクソみたいなね、ユーザー、YouTuber なりたてのやつさ、チャンネル登録者100人いったら動画あげますみたいな原理でさ。生放送やらないと人は増えないんだよっていうね、その根本的な問題がありまして、根本的とか使いたいだけです。なんでまあちょくちょく生放送はねやらないな、うん、やっぱ動画の方が楽しいんだよ。なんでかって一方的にみんなにね俺の意見を押し付けられるから。生放送だとなんかねその場で回答しなきゃいけないよ。コメントでトンチンカンのコメント来たってその場で適当に俺もトンチンカン返せるけど、生放送だとあーってなっちゃうわけよね。雰囲気が乱されるからさ、うん、っていうね、もうどこまでもクズです。クズとはみじんも思わないですね、まあ、これが普通だと思わなくてもいいな。まあね、みんなも見れる時に見て、それはね動画は娯楽なんで、みんながね楽しめる時にね、一番楽しめるコンディションの時に見てください。あと辛い時とか、辛い時に俺の動画見たらより辛くなりますけど、なんで本当見たい時に見てください。コメントはねしてほしいですけど、コメントするんだったらコメントしたよとか定型文コメントだけでいいかなって言って、俺がコメントするんで、そしたら返してください。うん。とりあえずコメントして、俺が返すからそれに返してください。まともなコメントね。したかったコメント。
二度手間なら、まあ、コメント全部お気に入りマークつけますけどね、あのクソみたいなね誹謗中傷コメント来たらあの動画でボコボコにするんで、うん、なんで腹立つから、うん、でもああいう海外から来たあのスパム URL を貼らせようとする人は普通にブロックします。あれはさすがにブロック、あれほんとクソだから、なんで俺のチャンネルに来るんだよって思って、マジやめてほしい、俺の神聖なこの場所に。あと3万回総再生回数3万回いってからチャンネル登録者1人増えて、また1人増えて169になったと思って1人減りましたね。なかなかいかないね。まあ一応目標1000人ですから、いやその1000人いかないとね収益化の一歩目までいけないんですよ。だから誰かマジでさ、もう4000時間見てくれ、年間、いやもう年月間4000時間見てほしい。月間4000時間いけるかな、無理だね、あれギリギリいけるかな、寝ずに見ればギリギリいけないと思うな。ああおめえじゃねえんだ計算機、おめえじゃねえんだ計算機、うん、計算機におめえじゃねえんだって言ってんじゃなくて、まあ、におい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 、ちょっと今ね眠いんで頭おかしいです。720時間かける4はやばいな、720時間か、みんな720ってことは5は3600時間、5ヶ月ずっと俺の動画見放しで3600、5ヶ月でか、だから6ヶ月か、6ヶ月だから6人の人が1ヶ月俺の動画を見れば、見続ければいいんだよね。180人の人が俺の動画を1日見ればいいんだ。うん、まあ俺の視聴者っていうのはね、あの26人俺のチャンネル、あの登録、あの俺のチャンネルなんで、俺のギャグアカウントとか入れちゃうと26人も登録してるんで、140人くらいかな、今違うな、142人だ。もしみんな142人が一致団結して 1.3 日ずっと見放してくれれば、あのまずあの年内時間はクリアされる、まあ、3日くらいぶっ通しでね、寝ずにずっと動画見続けてくれれば見れるね。だからパソコンで全員買ってパソコン買う金あったら俺になんかね直接金欲しいな、なんかスパチャもできねえんだ、チャンネル登録者低いと。何でもチャンネル登録者かよ怒っちゃった、うん、だからもうそろそろコメント倍増しようかな。いやそれはやめとくわ、さすがに俺の教授が許さねえ。いや全然許すけどね、うん、いやーメガネデブ陰キャのストロー吸引のシーン需要なし、本当にそれは誰も見たがらねえよなあ。てかまずストロー吸引のコーナー需要あんの、うわーびっくりした、ファッフーンっていうあの陰夢語録のね心臓停止のやつが流れるくらいあのキモい顔してた。あ、陰夢語録とか使うと、いやダメだと思うんだよ、そういうのにね、波紋呼んでね、陰夢中が来るから、うん、陰夢中はね嫌だな唐突な剣を、はい、あざしたディザスター、うんちブリブリ、いや本当にブリブリはしないよ、うん、全然もう口でうんちブリブリって言ってたから、いわゆる枕言葉ってやつ、いや枕言葉ってね覚えたてのやつだよね、なんかバカのおえつ人間、おえつ人間じゃない、ね、バカの一つ覚えみたいな感じでね、枕言葉枕言葉枕言葉ってね、トゥルースリーパー言葉ってね言ってますけど、トゥルースリーパーラングエッジ、それはトゥルー枕言語だよっていうね、はいバイバイこれなんだろうね、はい締めが悪いな、まあいいや、ああそうだ、前買ったビートル、あの買ったっていうか届いたビートル、もうほこりまみれになってやんの、こんなメインステージの舞台、まあこれね机があってその上にちっちゃい机のメインステージにやってほこりかぶりになってんの、でも使わないからね、はいバイバイ。